おおはようございます簡単マイコン教室おっちゃん先生のどいです月火水は TeachableMachine というサイトで作った機械学習モデルをいろいろ使ってプログラムしようというので、まあ、一番最初はスクラッチに飛ばしてたんですが、まあ、独自の JavaScript で何か手を加えれないかというのを、まあ、先週、先々週ぐらいから始めて先週の終わりになんか、まあ、音声モデルでやったんですが非常にシンプルに いいまあ、あのホームページとかにアップしなくてもお、まあとでも紹介しますがウェブプログラミング道場っていう、まあ、こういう環境に貼り付けてピッと動かすと実行できたんですよね。今実行してます でこれがもうあのティーチャブルマシーンのところで作られているサンプルコードそのまま貼っただけなんですけどもこんな形で動き出してるんですよねちょっと音痴切って音がかぶらないようにしてますが今イエスとかノーとか言ってるんですよねということで動いてそうですねノー,ノーちょっと動作が緩慢な気がしますが動いているようですねイエス っていうふうに JavaScript でそのまま動いているので、えー、今週はじゃあ,もじゃあこの Web の Java で動けばあマイクロビットとつなげたことあるので、まあ、本来の私のこのサイトですよね、えー、簡単マイコン教室のマイコンのあと マイクロビットに戻ってこようかなということで、今週から始めたいと思います。はい。ということで、どこから見ればいいかというと、ちょっと待ってくださいね。はい。今、エゴサーチじゃないんですが。 あとここにマイクロビット j a v a s e r i a ル通信っていうので検索するといろんなリンクがあってなんか私自身の YouTube も2つほど上がってきてるんですよねだいぶ古いんですがまあいろいろ w e b s e r i a API っていうのを使ってマイクロビットと A フレームを動かそうとかあまあチャット GPT 使ってどこまでできるかなっていうのとかいろいろやっていてまあちょっと まあ、チャット GPT でやったのが新しいんですけど、まあ、自分でやったこのリンク、まあ、2つぐらい上がってるんですが、これが一つ目ですよね、えー。これがいつなのかな日にちは載ってないか。もうでもチャット GPT って言い出して結構早い頃にやったんですよね。1100回ぐらいですから、ほぼほぼ1年以上前ぐらいですかね。で、さらに、 こっちですよね。これ、チャット GPT も出てくる前で、回数で言うと、まあ2年目入り出してちょっとぐらいですかね、えー。この頃に結構マイクロビットを直接、これ VR 始めた頃かもしれませんね。A フレームで、えー、の中でマイクロビットの動きを A フレームに取り込もうとか、なんかいろいろ結構あの凝ったことでは、<laughs> 自分なりに冒険的なことをしていて、ここに結構いろんなリンクが残っているんですよね。 まあこの動画自体見てもあまり参考にならないかなと思うので、この概要欄、まあ、当時動画作った時にいろんな参考になったサイトをここに散りばめているので、で今見よう、今うしようとしているのは、これじゃなくてと、A、マイクロビットへの値の書き込みなんですよね。多分あの、ティーチャブルマシンで作った のプログラムをマイクロビット側に投げ込むので、マイクロビットと、まあ、双方向通信できるのがまあベストなんですが、まずはティーチャブルマシンの判断結果をマイクロビットに飛ばしてみようということで、これが参考になるかなということで、これを開いたのがこれになります。で、まあ、当時この方の、まあ、これも1年以上経ってますよということなんですけど、この辺りを見ながら、 いろいろプログラムをしてたんですよね。で、まあ、ちょっと思い出しながら、まあ、Web s e r i a API っていうのがキーワードかなーっていうことで、で、えー、結局どうしたかっていうと、結局、うんとサンプルを ChatGPT-4 に書かせようっていうことで、まあ、ちょっと復習をして、まあ、キーワード的には Web シリアル API っていう機能で、えー、マイクロビットと文字データーを送信したプログラムを書きたいということで言うとなんかこういう風なプログラムも HTML で書いてくれて本当に動くのかなっていうのはあるんですけどまあこれを動かしてみようとでまあ Java のことが書いてありますけどでマイクロビット側の上受け側のことは書いてないんですがまあシリアル通信で送られてきたプログラムであれば ま、マイクロビット側はこう,こういうプログラムですよね。と、最初に、まあ、USB でやろうっていうことで USB ケーブルでシリアル通信してハートマークが出てで、えー、シリアル通信でデータが来たらあ開業コードって呼んでますけどおこの開業コードはさっきこのマイクロビットがかあの書き出したプログラムをここに バックスラッシュの N ってこれで回釈口画と入っているのでこれをキャッチしてえでそれで送られてきた文字コードを読み取ってまあ受信完了のチェックマークを出すっていうこういうプログラムをマイクロビット側に書いておいてマイクロビット側で動かしています今こんな感じでプログラムが動いているのでハートマークが出ていて待機中みたいな感じになっているとでこの先ほど作った マイクロビットのプログラム、あ、マイクロビット、チャット GPT が吐き出したプログラムを、まあ、前回やった、このウェブプログラミング道場さんにぺちゃっと貼っただけです。貼って見てみるってやると、こう動いて、今ちょっとマイクロビットがピクッとしたんですが、これでやって、これ外部カメラちょっと映ったかな、ちょっと待ってくださいね。 はい、今、プログラムコードと一緒に動いているマイクロビットの様子が見えました。ここを押すと、まあ、これでマイクロビットとペアして、でえー、これでデータをここに送ると、ちょっと文字を大きくできるのかな。あまあ、プログラムの方がいいと思うんで、まあ、こんな感じですよね。ここに1、2、3と書いて、センドボタンを押すと。 マイクロビットが2、1、2、3と流れて、なんか変なマークが出てチェックマークに変わるんで、開業コードかなんかがついてるんだと思うんですよね。1、1、2、3、4、ハンダ,ンダーバーが出ないかも。こんなの送ってみましょうか。これをセンド。1、スペース、2、3、4と出て、やっぱり変なものが出て、 チェッククマークってなるので、まあ、バックスラッシュが出てるんじゃないのかなバックスラッシュ送ったらバグるかなバックスラッシュ3つぐらい送ってみましょうか。あ、でもバックスラッシュはきれいにバックスラッシュが出ますね。まあ、というふうに、とにかく送った文字がマイクロビットに出るっていうことが、まあ、この、まあ、チャット GPT にまた書いてもらって、あれなんですがと、一応ちゃんと動いたと。 いうことになりますだからこのプログラムを使って受け側はマイクロビットのこのプログラムにしてあげてえ結構ね接続する時にこの書き込みの時に USB 使うのとでこのプログラムを動かす時にマイクロビットとこうつなぐので結構プログラム書き込んだり接続して動作実験とかする時に結構 あのた大変な思いをしました。でこ、このプログラムで接続ってやると、これ今エラーって出てるんですが、一番下ね。これエラーなんですが、これつながらないのはこいつが持ってるからなんですよね。でそ,そういうのもあって、結構、うーんと今ど,どれがどれにつながってるかとかをちょっと把握しながらやらないと、 結構邪魔くさいこととになるなるだから物理的にこう切ってあげてで物理的に切ってあげてもこのちっちゃいマークこれが握っているやつになるんですけどこれでもう一回つなぎ直して結構ブラウザ上にいろんな情報が残ってるのかブラウザを再起動してもいいみたいですが うこれでちゃんとコネクトになりましたよね。一応ここにマーク出てますけど、今これとつながってるんじゃなくて、今こいつとコネクトになったので、これでディスコネクトにしてあげて、とか。で、マイクロビットもこれでデバイスと接続するってやった時に、ちょっとこれ消しましょうか。デバイスを接続するってした時に、これでこうやってペアで、 これで接続で、接続これで接続していますに微妙に USB の接続されていますとかが出てきてでこれで書き込みができたりとか結構ここ自分自分がどの USB と接続して今何してるかっていうのをち,ちゃんと把握してやらないとちょっとバグるかもしれないのでまあその時はマイクロビットを切断したりブラウザを再起動したりして いいい状態でやってみてみください私がやった時もマイクロビット自体があのびっくりマークが出て困ったクンマークが出て506とか503とかエラーコードいっぱい出してなななんかあの治るのかなと思ったりもしたので、えー、実際にマイクロビットをお持ちの方で試してみようっていう方は、まあ、そのあたりちょっと試行錯誤しながら、まあ、マイクロビットが壊れるってことはないので、えー、頑張ってやってみてもらえたらかなと思っています。 はい今日も最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時に、月火水はティーチャブルマシーンの機械学習、木金堂はメタバースをテーマに、国土交通省のプロアトサイトで勉強しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、毎日毎朝お付き合いいただければと思います。今日もご視聴いただきありがとうございました。<music>